なとこにいると隣のタワーになって、隣の隣かな、隣のタワーですね。いやスマホも流行ってるよね、やっぱりね。スマホの修理部品とスマホのカバーと液晶と、それでスマホ用の自撮り棒みたいな、もうスマホに関するものならみたいな。このタワー、もうこの建物自体が全部スマホなんだね。そうだね、これ衛星写真で見たらスマホなんじゃない、もうスマホなんじゃない。じゃあどっかで俺はライトニングしようか。これだけ合うとどうしようね。ここでもって感じなの。どこで買う。ここでもなんですよ。どうせ大元は一緒なんじゃんかっていう。まあね、だから大量あれはあるけどね。15、はい、そうすると160円と210円。あ、これはこれで、いや、これは15、あ、これはこれで15、10、だ25合計、25、おー、そしたらすごいね、買いだね、買いだね、買いですよ、160円、160円と、まあ、ね、じゃあこれ買う、これ、これ5本ぐらい買っとこう。そんな買う。いや、もう10でしょ、10でしょ、160円5買っても500円でしょ。そうだね、あ、違う、約ね、うん、まあ、約ね、600円ぐらい、600円ぐらい、まあ、これと、まあ、いっぱいあってもしょうがないけど、まあ、いっか、どうしようかな、3本ぐらい買っとこうかな、俺これ1でいいや、11欲しい、俺も11欲しいかな。じゃあ1だけでいいや、ライトニング1だけ、ライトニング1だから5、じゃあ113だから5で、これ5、でこれが1、これ1、うん、でいいのか、はい、とこれがここ5 これがここってこれが5個、全部日本語だった。じゃあとりあえず OK、 さあとりあえず買いましたね、僕の1個の仕事は惜しい。これ何メートルだ、多分 1.5 2かな、多分ちょっと気持ち長いか、うん、でもなんか食べさえは純正に近い、近い、性能自体はってことだよね、性能自体は純正、これがね、ケーブルがちょい気も太めなんだよね、うん、まあ多分結構丈夫だと思うよ。皆さん見てください、この区画全部バンカーリングでございます。バンカーリング専門店でございます。もうむしろ柄で選ぶのがバンカーリングオンリーでいいんだけどな。3.5 50円、3.5、50円、まあリア D とか言うと35になるぞ。3.5 とか言って35万取られる。あ、アリペイを使うか。5あるけど。いいんだよ、アリペイを使わせてあげよう。アリペイ5しかない、うん、0.5。 でも実際さ、こっちの人ってなんか、あれじゃん、そのなんかキャッシュ出すとなんかジップロックみたいなのかお金出すじゃん。あんま少ないんだと思う、お金。そうそうそう、基本アリペイなんじゃん。もうアリペイ、もうこっちの多分この深圳は、そう、別にアリペイしたから。あ、お前何、キャッシュっていつの時代だよみたいな。そうそう、俺に向けんな感じだと、俺がキャッシュフリーって言うなみたいな。俺がダメみたいな、なんか。50円ちょいで、50円のバンカーリング、どうですか。50円って箱代ぐらいじゃない、なんなら。本当だね、はい、性能でもどう、安っちいかな、すぐ剥がれんちゃう。どうですか、出せる、よいしょ、お、早速粘着、ちょっと貼る位置が怖いな、よいしょ。結構ね、硬い、締め付けがすごいぞ、お前。締め付け、あとどの辺だろう、ちょっと待って。で、ここにつけちゃった画面
まあ、ちょっとあの下手につけるのが好きなんで。あ、そうなんだ。下手につけるのが好きなんで、ちょっと指長いからね。はい、はい、はい、つけました。つけました。どうですか。外れました。あ、これもしかしてケースの問題じゃない。ケースがちょっとマット加工してるからくっつかん。もしかしたらくっつきにくいやもしれぬ、うん、これはちょっとはみ出してケースが汚れにくいやつなんだね、これ多分ね、うん、汚れと判定されちゃうんだね、うん、これね。これ汚れですね。汚れです。でかい汚れなんで、あのバンカーリングは悪くない。超粘着ですけど。あ、でも固定されましたね。大丈夫だね。はい、はい、お、いけました。すごい、いけた。うん、うん、はい、50円バンカーリングのとこ。これ、いいと思うよ、全然。全然いいじゃん。50円だし。50円。1000円は出さないけど、これには。うん。50円、あ、取れました。